お足元にお気をつけください。JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。快速高田駅です。旧高知、高知、高知から和歌山線に乗り終点高田までの各駅に停まります。途中高知には11時9分、終点高田には11時16分に停車いたします。電車は4両で運転いたしております。お手洗いが一番前の車1号車にございます。どうぞご利用ください。車掌はお席です。次は牛宝寺、牛宝寺です。大阪東線は乗り換えです。牛宝寺を出ますと次は王子に停まります。お客様に携帯電話をご使用についてお願いいたします。車内ではあらかじめマナーモードに設定の上通路はご遠慮ください。また優先席付近では混雑時は電源をお切りください。皆様のご理解と協力をお願いいたします。
九宝寺です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。大阪東線はお乗り換えです。普通、その定期は11時9分。ホーム変わりまして3番乗り場へお越しください。九宝寺を出ますと、次は王子に止まります。快速高田行きです。次は王子に停まります。まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。王子です。山国線、奈良、鴨方面をお越しのお客様は次の王子でお乗り換えください。近鉄線もお乗り換えです。王子を出ますと、この電車は和歌山線に入り、終点高田までの各駅に停まります。ただいまから一部車内へ車掌がお伺いいたします。乗越線さん、ご用なるお客様は気軽にお越しください。
乗車ありがとうございました。まもなく大内大内です。お出口は左側一番乗り場に行きます。側から点を発してお待ちください。山口線から赤門線と近鉄線が乗り換えです。お乗り換えのご案内をいたします。山口線各駅に停まります。山口快速奈良駅は11時18分追いやりました。同じホーム一番乗り場でお待ちください。山口線山口快速奈良方面鴨居行き11時33分同じく一番乗り場から試合いたします。この電車は快速高田駅です。工場出ますと和歌山線に入り終点高田までの各駅に参ります。奈良鴨方面には参りません。乗り間違いの際の点をご注意ください。